はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は個別指導ということで、はい、ちょっとね、遠くから来てくださいまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、特に、あ、そうだね、最初にじゃあ自分のやられてる活動内容とか、はい、活動内容ね活動内容、ぜひ。活動内容ですか。はい、あの普段は、まあ、アワリトリートっていう名前で千葉県の南房総市、南房総、はい、はい、で、まあ、ハーブガーデンの運営をしながら、そこで育てた、まあ、ハーブを、使った施術というか、そのオリジナルの、自分が自ら育てたハーブを、うん、キャリアオイルに漬け込んで、オイル系ってことね。そうですね、うん、オイル系の施術は普段はやっていますし、うん、自宅サロン、古民家の自宅サロンもあるんですけど、うん、近くのリゾートホテルで、業務委託を受ける形で施術に入ってまして、週5日ぐらいはそこのホテルからお仕事を受けて、うん、ホテルのメニューも、ホテルのメニューはオイルと、そうですね、オイル、ほぐし、オイルだけじゃなくて、そうですね、あのほぐしと、リフレとか、うん、フェイシャルとか、うん、ハンドマッサージとか、うん、ハンドリフレとか、うん、はい、まあ、一通り結構いろんなことになります。まあ、一通りあるんだね。はい、で、今日受けたいヘッドも、うん、今日個別講習を受けたい、なんかきっかけとなったのは何かある？そうですね、その豆ほぐしだったりのも割と多い中、うん、あの自分自身も農作業でも、ま、あのそういうエステのお仕事でも、うん、手とか指を酷使するので、はいはい、なるべくその、ま、時間内で、うん、あの緩めてあげたいとか、うん、あの、ま、施術いろんな施術する中で、うん、引き出しは多い方がいいので、うん、いろんな技術を身につけてよりまあ良い技術を提供したいっていうことと、その手をあまり痛めないように、うんうんうん、その力だけじゃないその技術で、うんうん、お客さんを満足させられればねっていう、はい、まあね、私もそこが最初きっかけで、うん、無重力とか表裏一体とか考えて、はい、うん、で YouTube もね出してるので、はい、私もね、そんなに強くないんですよ、うんうんうん、でもまあ腕力はあるんですけど、はい、そこに頼ってたらやっぱり痛くなっちゃうね、正しいね、腕力じゃ本当に痛めちゃうんで、あと強みのお客さん多いじゃないです か、うんうん、だからそのお客さんをいかに強くしないでというか、ちょっと表現違うんだけど、はいはいはい、満足できるような施術の仕方っていうのを私は出してるので、それ結構多いんですよ、そうですね、あのそういう方が、ええ、あとね、もともとすごい強い人って全然問題なくやれちゃってるんだけど、うんうん、はい、そういう人は情報置いといて、はいはいはい、大体の 7,8 割は大体指痛いよね、多分みんなね、うんうん、それが何人も続くと余計に、そうですね、はい、うん、やっぱり自分の手を痛めるが先かって感じになっちゃうので、そうなんだよね、なるべく手を酷使しない方法でやりたいっていうのと、うん、やっぱりその受けていらっしゃる、受け慣れてる方でも強まみが、うん、まあ、どうしても好きっていう人も中にはいるんですけど、うん、その強くやられないと効いた感がないというか、うん、そのそれがだから効いてるって思い込んでる方がやっぱ多いんですよ。そうなんですよ、思い込みなんですよね、で、うん、でもちゃんと緩めてあげると割と、あ、これでもほぐれるのねっていうのが体で分かってくださる方も多いので、うんうん、なんかより良いほぐし方とかその時の症状ってそれぞれ違ったりするから、うんうん、この場合はこんなやり方もあんなやり方もあるっていう方法をいろいろ知ってれば自分もいろんなアプローチができるかなと思って、もうまさにそこですね、強みをお客さん求めてる理由っていうのは様々あるんだけど、うん、強く やってもらえることで自分の中の満足感だけじゃないですか、そうですね、でも強くやらなくてもほぐれるという実感がそのお客さんが分かれば問題ないんで、はい、強さが足りなかったから足りなかったって思われたくないので、そうそうそう、いや、なんかより良いこう体のコネクションの整え方っていうのを体にも教えてあげたいというか、うん、なんかね、新しいそのアプローチでその方にも良さを知ってもらいたい、うん、あ、そうですね、うん、やっぱ気持ち良い施術っていうところですね、うん、そこがキーポイントになりますね、はい、
で症状的には結構本人があるというので、そうですね、なんか慢性の腰痛があったり、慢性腰痛、結構あの昔からの古傷がこう積み重なった痛みが常にある状態で、うん、体を酷使するようなお仕事をしているので、うん、まあ、自分自身もまずは整えたいし、うん、その整った良さっていうか、その整え方の良さを知ったら、それを自分でも実践、あの使う側として実践したいなと思って、うん、はい、そうだね、だから最初今日じゃあ私が、うんうん、あの施術するので、はい、どういうふうな考えでやってるっていうのを説明しながら、はい、その後実際にちょっとカメラマンゆみちゃんにモデルになっていただいて、ゆみちゃんの歪み分かんなかったら本当に他の人は分かんないぐらい歪んでるから、はい、あと今日、はい、うん、あのさっきもちょっと話しましたけど、恥骨結合の調整とか、はいはいはい、結構そこもポイントになるんで、はい、あと筋力検査とかもそうかもね、今日ね、どっちの方が異常に弱いとか、そうですね、そういうのが分かると、はい、弱い方を鍛えることによってやっぱ整う方向に行くので、骨格自体がね、はい、うん、その辺のアプローチの仕方ですね。はい、YouTube ね、いろいろ拝見してて、やっぱりその恥骨からその骨盤っていうアプローチの仕方っていうのも、うんうん、あのすごく新しい視点、こう自分的には、うんうん、ああなるほどって思ったところだったし、うん、あとその無重力っていう言葉にもかなり惹かれたのと、なんだろう、ああ、はい、その無重力って結構好きなのかな、みんな。どうですかね、なんかすごくこう緩む感じがイメージとしてあるて。そう、最近ね、無重力マッサージ機ってできたの知ってた？うん、発見しちゃって、あ、無重力マッサージ機だって、本当のマッサージ機で無重力マッサージ機になって、真似されたと思って。宇宙ブームだから余計なんですかね。あ、そっか。そのキーワードが。宇宙ブームだ、はい、なんかでも、ね、無重力ってそこも実際あるので、あの宇宙空間って、あの肩こらないの知ってます？あのいろいろね、宇宙行った人の結構調べて、俺も宇宙に行ったら体ってどうなるんだろうみたいなのを調べてたら、肩こりとか腰痛一切ないんですよ。そうなんですか、うん、感じないんですよ、浮いてる状態って。浮いてる状態って、要するに重力があるから負担がかかってるってことなのよ、結局。だから筋力は重要だよねっていうのが結構あって、筋力ないとやっぱり負担がかかりやすいし、あと姿勢が悪いと負担がかかりやすいし、はいはいはい、その辺をうちら整体業界は注目するべきポイントであるよね。で、施術的には、まあ、無重力というか、まあ、簡単に言うと浮かせた状態を作ってあげることによって、あの緊張を抜いてあげるというのがポイントであって、その緊張を抜ければほぐれるんですよ、何でも。でもお客さんってこう緊張してる状態で受けてるとか、そうなるとなかなか取れない。そうですね、一生懸命こっちが一生懸命、強めの人なんかほぐれないでしょ、はいはい、戦ってんだもん、だって本人も戦ってるし、ね、防御反応とこう、こちらとの力と力でやりたくないので、そうです、いかにさ、あの 早い時間の中で緩めてあげるかっていうか、うん、そのうん、緊張を先にほぐ、うんうん、取ってあげる、そうそうそう、はい、そこがポイントですね。だから勉強会でも言うんですけど、本当に強めを求めてる人って中にはいるので、うん、最初に痛がらせる施術して、うん、あのそこでこうなんか満足させちゃってから、あとは普通にやればいいじゃんとか、うん、やり方っていろいろまああるっちゃあるんだよね、うんうん、だからそのあのなんていうの、体を脱力完全にできる状態っていうのは、うん、こう施術者とお客様との信頼関係とか信用関係とか、はい、その辺が作られてくるっていう意味もすごいあって、うんうん、はい、完全に脱力できれば、あ、この人に任せていいんだっていう気持ちにさせれば、もう、まずポイントじゃないですか、そこ、はい、そしたらね、いろんな施術がうまくいく方向に行くんですよ。そこがないと、信頼されてない状態でお客様が受けてると、そうですね、次何されるんだろう、痛いのかなとか、そういう状態がすごい続くと、それをまず取ってあげようっていうの、はい、うん、無重力整体のポイントでもあるので、うんうん、ね、これ出しちゃっていいのかな YouTube ポイントめっちゃ言っちゃってるよね、うん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 、という感じですね、はい、じゃあちょっとまずはじゃあ受けてみましょうか。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。あとだって実際恥骨結合も今日やるので、はい、このイメージがないといけないわけですよ、はい、これがこういう風になってますよと、うん、はい、でここでこうくっついてますよって、うん、でずれてるっていうのはこれがこういったりこういったり、うん、こうなるわけじゃないんで、うん、こうなる、なんかこういうストレスも入ってる人いるのかもしれないけどね、うん、こうなりすぎて、はいはいはい、でこうなりすぎてこうくっつきすぎてとかね、内股なしすぎてとかはあるのかもしれないけど、うん、基本的にはこういうずれなんですよ、はい、それがすごい分かったのが、なんか自分でこうしてるイメージで、うん、こうだったんだなってすごい分
ったんですよ。そうそう、ここを押すと痛いっていうのは、ここ恥骨結合の、例えば左側が痛い人はずれてるんですよ、こっちが、はい、なんかどっちかにずれちゃうんですね、うんうんうん、それがここについてる恥骨筋との影響で、うん、ここに恥骨筋がくっついてる、ね、この影響、うんうん、あと下を通ってる大腰筋とか、あっちの腸骨筋とかね、はいはい、そっちの方の影響もあったり、うん、まずここが痛いんで、みんな、うん、ここの部分なんていうか知ってます？この関節、仙骨と第五腰椎の間の関節、はい、こう屈曲する、仙腸関節、仙腸関節じゃないんだよね、これまだこの名前だけ覚えちゃう。はい、こう腰線関節。腰線関節。はい、腰って腰、はい、仙骨、腰線関節。はい、そう。はい、で、仙腸関節っていうのはここです。はい、これのね、はい、うん。これが結構ポイント、はいうん。で、ここが詰まってたり、あと第五腰椎とこの、なんていうの、ねじれたりすると、前側のこのバビ神経という神経に当たるんで痛いんですよ。うんうん、この神経、あそう、なんか何かの調子、あのがグッとなると神経に近くなるからグキッてなるね、はいはいはい、そうするとここにちょっと炎症ができちゃったり、あとはもう行かないでってって筋肉が固めたり、いろんな、だこのメカニズムだけはちょっとね頭に入れてほしい、はい、沈み方が全然違うんですよ。どっちの方が沈んでます？右。そうだよね、完全に右沈む。同じね、起立筋の高さ触ってるんですけど、うんうんうん、左側の筋肉が緊張しちゃっててパンパンなんですよ、うん、右がね沈むんですよ、すごい。右の方が若干短いね、 0.5 だけチェックいきますね。膝を曲げないで足上にグッと上げます。どこまでいけるか、右足、右足、はい、この高さ、はい、左に今度、はい、左きつい、はい、5番の右と左、はい、これが痛いよね、はい、これ P してるっていう表現で、うん、ちょっと骨持ってくるね、はい、P してる P、はい、じゃあそろそろこれ、5番自体がこうなってるんです、うん、なので、はい、ここが後方変異してるんです。だからここは硬い、うん、だからここ押し込むと戻る方向に行きます、はい、もうね、許してくれる状態っていうのかな、体が。それとね、なんかね、グニグニグニってね、なんか緩んでくる感じがあるんだよね、うんうんうん、これがもう、うん、なんかゴミですね、触ってみて、おー、ここはいつも触ってて痛いのと、外側も、これがさ、こっち側触ってみて、ないのないの、そうですか、こんなに違うの、これここ、ここ同じとこ、これ違うでしょ、こっちクリクリしてるの、うん、うん、だからこれがあの膝がずれてる人でしょ。とってストレッチを入れますね。必ず。捻挫する人は大体ここ、うん、ここが痛くなるので、中立筋っていうのを横にこう。そこに硬いのがあるんですよ。こうやってグリッとずらしたら、その硬いのを取ってきます。で、まず背中の針、最初と違う形で、あ、もう全然違いますね。全然いいですね。足の中、バッチリだね。本当に普通に、普通にやって、ほら、右短かったね。クリクリコン。これじゃ光るね。うん、若干あってたか、はい、あ、全然痛くないでしょ、うん、なんかいつもの違和感よりも全然、左手上がってねえっていう、中指がぶち当たったところで切る、うん、深く曲げるんですね。深く曲げる、はい、うん、こうなって、はい、手のひら広げます。見て、あ、うーん、揃ってます。さっきよりちょっと痛い。取れるかどうかなんでね、この恥骨筋のこの筋肉を、これ。これが仙腸関節。肘ってなんかこう、なんか歪んでんなっていつもやっぱりお体触ってて。うん、わかるよ。で、ゆみちゃんの見ると。なんか歪んでんなっていうのは分かってるんだけど、どう歪んでるか。
かっていうのが読めなかったんですよ。その学の勉強とかちゃんとしてないので、はいはいはい、それでいまいち自信が持てないところで、はい、その順番とかについてもあんまり深く考えてなかったんですし、うんうんうん、もしかしたら歪めた状態で感じちゃってる可能性があります。多いんですよ。あのタイマッサージの人とかも両方やる、同じ風にやるって、うん、でもタイマッサージ最近コラボしてるんで、うんうんうん、だから順番大切なんだよ、そっちで終わっちゃダメよっていうのを教える。それがみんな、うん、はっと思いました。さあ、はい、じゃあどうでしょう、うん、これ、ここを触ってみてください、はい、したらもうね、すごいことになってるわけですよ、ゆみちゃんの体が。わかります。私と同じ感じですかね。そういうことですね、はい、私よりひどいです、うん、ねじれが、ね、こっち、うん、こうですね、うん、完全になってますね、うん、お客さんも意外とこういう目で見ると結構なってます、ね、うんうん、だから戻す方向が、ね、よく骨もこうやって触っていくと、うんうん、こうなってる人とか今側弯してる人全然いるし、オイルで流そうとしてもグニューっていう人とかいますよね。まずこれを分かった状態 で、うん、でどっちが痛いかが問題ですよ。あ、そっか。そう。で、ゆみちゃん、痛いとも限らない。そう、そう。盛り上がった。で、これで左が痛かったでしょ。はい。で、ゆみちゃん、どっち？右です。背中です。だから人によって違う。そうなんですか。はい、違うんです。で、痛いとこを確認します、まず。